い、もうね、いい加減にしましょう。本当に。出しましょう。もう。もう本当いい加減にしよう。そろそろ本当に出てくんないと困るんで。ね。まあ、10連回せる分まで貯めようと思ったんですけど、なんかね、最近個人的に単発の方が熱いんじゃないかみたいな。うん、まあ、ただ単純に、250個まで待てなかったってだけなんですけどね。まあまあ、ちょっと、ゆっくりね、噛み締めながら、回していきたいなと思います。うん。で、これ、違う端末にね、データ入れ替えてるんで、確実にキャッシュ入ります。データダウンロードね。まあ、そんなね、本当にどうでもいい話は置いといて、データダウンロード入りますとかね、結構どうでもいいでしょ。まあまあまあ。でも俺はね、まあ最初の、ね、先制パンチっていうのはやっぱ難しいですよ。やっぱ、最初はやっぱおにぎりから入りましょうよ。それは。徐々に上げていくパターンですから、本当にね。オッケーオッケー。よろしく。よろしくね、本当に。やべ、こんなこと言ってたらジェニーが出ちゃいますね、本当に。いやー、もう、本当いい加減にしようよ。もうね、どっちか来てもいいんじゃないノアかね、もうどっちかオッケーでしょ。貸してくれ、ほんと。今、藁にもすがりたい気持ちだよ、ほんと。お前の力でもいいけど、ほんとに、貸してくれ。ということでね、緑くんのね、グリーンマンの力を借りた、この、今、このガチャ、どう出るかですね。お！これ、未だになれないんですけど、これ。やっぱあいつの力じゃこんな、これぐらいがやっぱ精一杯ですよね。ちょっとドキッとさせるぐらいが精一杯っていう。ね。情緒愛って言っちゃったよ。なれねえなぁ。星座のドラゴンライダーなれないなぁ。俺今なんかジェラルかと思ったもん、普通に。やべえ、ほんと、やばい。え？こんな出ないもんだっけ？マジで出ないっすよね。どっちでもいいんだよ、俺。本当に、ノアでもネモでも。ああ、きっ。今だって、金マント、1個ですよ、1個。まだ1個。ねえ、これがどういう意味を示してるかっていうのも、ねえ。やばい、ちょっと白猫のガチャ、本当、いよいよだな、これ。まあ、ラスト1回ですよ。ここね、やっぱ持ってる男っていうのは、ここで、決めたいと思います。本当に。このね、奇跡の小指でね、キスタッチということですね。あ、全然押せてなかった。うん、あ、出た段のは走ってないから。終わったくたいって、俺。あー。腹立つわー。白猫のガチャ腹立つわー。やべえ、ほんとに。何？いや、何ほんと。何ムカマークしか出ないんですけど、今。え、何ほんとにこれ。え？てか、金率ひどくないか、これ。青ばっかじゃん、マジで。まあ、青というか銀。やばくねっていうか、俺、あれ、本当に、銀に見えねえし、俺。あれ、青じゃん。色。何、銀マントとか言ってるやつ。もうね、わけわかんない方向に当たりしてますけど、青でしょ、あんなもん。ねえ。で、金マントって言われてるやつが、やっぱり緑でしょ、あれ。薄緑でしょ、あれ。黄緑でしょ、あれ。まあ、10連だとまだ、かろうじて金に見えるけども、あれ、あんなもん緑と青ですからね。あー、なんかもうわけわかんない怒り方しかできないっていうのがまた辛いとこですね、このガチャの。もう誰のせいでもない、ただの自分の引きの弱さなんで。何これほんと、腹立つわ。まあね、ジュエル結構配りますけど、やっぱ当たんなきゃ意味ないんでね、ほんとに。いやー、舌打ちしか出てこねえわー。腹立つわー。
まあいいっすわ。とりあえずね、ちょっとフォロワーさんにね、最後、勝手に話しかけてね、終わりかい、ブーハッということで終わりたいと思います。いやー、マジしんどいなー。リオさん。戦い斧、戦武っていうのね。戦武だけど、呪い斧は呪符でいいと。読み方がわからんしね、これ。なんかもう、なんかちょっと当て字みたいになっちゃうよね。うん、読んだとしても、なんかもう、もうなんか、読み方もうすでにないでしょ、こんなもん。呪い斧でよくないもん。もう、おのおのが勝手に読めばいい、よくないもん。ね、ごめんなさいね、ほんと、こんな回収しかできなくて。これで、もしノアが当たってれば、もうちょっと俺、ねえ、なんか面白おかしく変えてるんだけども、今ちょっとやっぱ心に余裕ないっすから。言ってもね、言ってもね。やっぱ僕、爆死した人間なんてやっぱこんな感じですよ。うん。なんかもう、すべてなんか投げやりみたいな感じになりますよね。でもまあ、呪符でいいんじゃない？なんか俺もそれがしっくりくるわ。もうなんかもうこの際。ね。なんかもう無理に読まなくていいんじゃない？っていうのがやっぱ俺の結論ですけどね。これはもう前々から思ってたけど。うん。なんかもう無理やり、読みやすいに、もうだから、呪いよので、略してノーでもいいしね。本当に。うん。まあ、伝わればいいかな。うん。呪いよのでいいかな、俺。呪のでいいかな。呪でよくないもん。呪のでよくないのもう、呪の。呪の。呪のでいいよね。呪ので。うん。ちょっと言いにくいけどね。呪の。うん。世界者とまくまるさん。最近またカズキが見れて嬉しい。みんな楽しみにしてるよということでね。ありがとうございます。本当にね。いやいやー。まあ嬉しいっていうのはまあありがたいんですけどもね。セカマルさんね。セカマルさん、これで、あ、男ですもんね。だって。もうこれじゃないんでね。俺何回も言いますけど。まあまあ、存じ上げてる。まあ、それも知ってるとは、俺も何回も言ってるんで、この話もね。まあ、ゲイじゃないんでね。まあ、嬉しいっていうのは、まあ、ちょっと何でしょう。好きっていう、友達としてですよね、多分。うん。俺もそれだったら大歓迎ですけど。まあ、セカマルさんはまず結婚してるしね。夫婦、家族、ね、いるしね。ちゃんとした。そうそう。不倫になっちゃいますからね、俺と付き合ったらね。また違った形での不倫ですよね。男が男と付き合うみたいな家庭あるのに。そんなパターンのとこあるんですか？バイみたいな。うん。あ、両方ともいけるぜみたいな男の人がそういう、でも相当レアなケースでしょうね。それ。まあ、何の話してるんでしょうね。まあね。いやいや、本当にね。楽しみにしてくれてありがたいんですけどね。俺はもうほんと毎日やっていきたいんですけど、ただまあなんでしょう、端末の関係上ね、そうなんですよ、そうなんですよ。ロロさん、バホメットにロザリーで103万、ロマン火力と、これはもう読みましたけども、本当にね、103万っていうのは、やばくないですか？でも、なんかね、キララ、斧のキララいるじゃないですか。あの子でなんか、カニとかなんとかを攻撃した時になんか3億ダメージが出たみたいな。え、ね、見間違いかな、なんかそんな話をね、どっかで見たことがある、その画像。うん、1億だったの ?1 億ダメージ。うん。すごいっすよね、ほんと。そうなってくると。どういうアクセサリーとか装備させたらそんな行くのかなっていうね。今年のさん。小賀さんすいません、出ちゃいましたと。下ネタですか？下ネタですかね、これ。卑猥なことですか？まあ、それじゃなくて多分ノアが出ちゃったっていうことでしょうけど。まあまあまあ、いいっすよ、いいっすよ、いいっすよ。いいっすよ、いいんですよ。あ、俺はね、俺が出なくてもみんなが出てくれれば俺はそれでも満足ですから、言ったってよ。いや、おめでとうございます、本当に、琴城さんね。ね。ぜひね。転んでください、どっかで。どっかでつまずいてね、転んで、ちょっと手なんかから行っちゃって、手のこの辺をね、見張りぐらい縫う感じでね、お願いします。月見4突チケタン、
武器型10連で持ってない、ネモの持ち2個も出るとはと。あるある、あるある、白猫あるある、ほんとこれ。ただね、やっぱすごい、まあ俺、僕ごとではあるんですけどね、サブアカウントはほんと引きが強くて、あれですよ。ネモすぐ来て、で、またネモがスタルーンを持ってきて、でもノアもまたすぐ来て、で、その同じ10連でノアのスタルーンが来て、で、次武器型10連回したらネモの武器が来て、みたいな。なんかもうトントン拍子にことが運びすぎて、サバーカ。まあ、サバーカほんとね、一個前のピークとプレミアの時ほんとね、とんでもないね、ボコされ方をしてるんで、まあまあ納得かなと。いう感じですけど。まあでも白猫ってやっぱうまくいかないっすよ、白猫のガチャは。やっぱね、ハマるときは本当にハマる。アホみたいにハマる。もうジャグラーで言うとね、もうなんかもう出るとき、やっぱジャグラーと同じですよ。やっぱペカるときは、もう、10ゲーム以内で連続でペカるとかも結構あるんですけど、やっぱね、ハマるときは本当、2000ゲームとかハマった後また1000ゲームハマるみたいなね。アホみたいな話あるんで、これもやっぱそれ、あ、いやいや、ダメだ。もうジャグラーの話はもうしないって決めてたのに。まあでももうしばらく行ってませんからね、俺本当に。今年まだ一回も行ってないんで、すごいっしょ、これ。もう本当やめれたんだよね、絶対。虹色のライマルさん。徐々に空虚感は薄れてきました。7万円分のノアを大切にします。お金持ちやなぁ。7万は俺、あ、でもまあ俺の、携帯の1ヶ月の課金額の記録は、10万円ですから、確かね、10万、11万とかですね。1ヶ月で最高の課金額。過去で。で、しかもそれは白猫じゃなくてドリランドっていうゲームですけど、白猫だと多分ね、1ヶ月最高で5万、6万ぐらいが最高だから、7万はないね。多分今までで。多分。あ、あるわ、普通に。7万は全然ある。限度額行ってから、Google カードね、何万円分も買ってた時あったんで、ある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 。ただやっぱ10万っていうのはね、白猫では多分ないかな。HR さん、よろしくお願いしますと。よろしくお願いします。これは、ホームランくんですかね。HR っていうのもなんかね、なんかなんでしょう、よそしいんで、まあもうホームランくんですね、これ。ホームランくんって呼びます、これから。ホームランくんって、ホムラって呼びます、だから。ホムラってめちゃくちゃかっこよくない？この HR からこのホムラ、イコールホムラにするって、やっぱ俺、ネーミングセンス、天才ですよね、ほんと。よろしくお願いします、ほんとね。で、しかもリーダーが俺というね。まあ俺ではないんですけどね。カイネル、相互、カイネルさん。相互よろしくお願いしますと。よろしくお願いします。まあもう僕はね、もう相互の仲間入りを果たしているわけなんですけどね。よろしくお願いします。総合フォローのジュエルのリセットももう、なんでしょうね。もう週1ペースで来ていいんじゃないですか。もう総合フォロージュエルリセット週1ペースでもう、いいんじゃない？なんかもう多分1億ダウンロードの時にまた多分リセットとかしそうですけどね。夏木さん、ランク上げだるいと。ランク上げはね、もう俺ほんと考えないようにしてます。本当にもう無理なんで。だからランク200とかになって、何剣、例えば剣職の新アクションが使えるようになるとか、そういう、なんだろう、アクションが、使えるようになりますよっていうなら俺頑張るんですけど、そういうのだったら。なんかね、ジュエルとかメモリアルソードとかね、なんか課金してすぐ手に入るもののために、なんか別にそんな時間を浪費する気にはなれない。そこに本気になることはできないというかね。ランク上げちょっと頑張れねえんだよな、ほんと、個人的に。今の見返りでは。まあ、新アクションはちょっと、まあ、何でしょう。ね、贅沢を言い過ぎにしても、まあ、200になってでしかもらえない武器とかキャラとか、それぐらいあってもいいんじゃないかなっていう気はしますけどね、ほんと。メモリアルソードとかでは本当にやる気にならんので、今。今というか、まあ、過去も昔、今もね。メモリアルソードでもう、ユーザーを釣るには、ちょっともう、ね、限界あるでしょう、ちょっと。どうでしょうか、まあ、欲しいですよ、それは。だからそこまで頑張って、メモリアルソードが対価っていうのは、ちょっと、ね、ある、いろいろあると思いますけど。ステラさん、新協力星8乱待ち、なんだか楽しくなってきたと。マジすごいな、もう。売人じゃないですか、もう。
もう、クロートですよね、そこまで行くと。うん。やっぱ俺ら東四郎にはね、その楽しさがちょっといまいちわかんないんですよね。うん。ベイアンさん。590日ログインと。あ、俺と同じぐらいだ。俺ももうそんな、俺594かな俺。確か。確か。だから、あと6日後多分600日に多分メモソまたもらえるでしょ。多分。まあ、メモソって言ってもしょぼいけどね、結構メモソは。もう。ああ、590人って、まあ、だからコーンを思ってるわけですよね。ドーンということでね。デュークフリードさん。呪の完成した。今回はノアに感謝感謝と。いやーもう、あ、もうこっからね、ノアの3連発ということで、気分が、めいってまいります。ヤチユンさん。ぼちぼち武器が欲しいなと。ああ、まあ、ここでメモリアル騒動ですよね。メモリアル騒動交換しましょう。うん。あ、でももう持ってますね。きっちりもう武器もう、ゲットしてますね。うん。OK ですね。うん。ネム、ミユさん。ネム新規来るまで、白猫放置プロジェクトと、白猫放置計画ということですね。まあ、とは言いながらも、20分前ですけどね、最終ログインがね。ねえ。放置とかね、引退とか書いてる人に限って、結構ログインが浅かったりするっていうのはやっぱあるあるですよね。ソシャゲあるあるですよね。まあ多分放置ってそういう完全放置じゃなくて、まあ、オファーとか、まあタウンミッションとかはこなすけど他は放置っていう多分意味でしょうけどね。うん、うん。D 星 G アットマークイロハスさん。双剣好きですと。虹星ルーン芸人と。双剣強化でもそろそろ来るでしょうね。いい加減。双剣だって弱いでしょ、今。どう考えても。アシュレイは強いけどな、絶対。アシュレイは欲しいけど、まあ、あれもう職業双剣じゃないんでね、正直。職業スタンド使いなんでね、あれ。うん。ということでね、ガホンガンさん、最後は、小川さんを見てから寝る今日この頃、ご苦労様です、という気分のいいね、コメントを読んで終わりにしようかなと、思います。あー。マジでね、きついよ。ここまで出ないって。どういうことなんかな、もう。課金はしたくないな。なんせね、また今月も携帯代ね、4万円だったんで、もう、しんどいしんどいしんどい。しんどいしんどい。本当にね。ということで。はい、ということでね。まあ、近々また多分ガチャしていくと思いますけど、その時もね。まあまあ、その時は、すいません。次はね、いい加減俺も本気出して、腕に続けてるね、まあ、この、リストバンドね、外せば、まあ、出るかなと。まあ、もうこのリストバンド重すぎて本気ちょっと出せないんで、ガチャにね。まあ、引いていきますよ、次はね。問題なく。ということで。